はい、アイシャと一緒に Q&A をやったんだけど、インスタグラムで質問があったら書いてっていうのをやったんだけど、で、アイシャと Q&A やったんだけど、ちょっと長いので、パート1とパート2に分けます。どうぞ。暑いです。今日はアイシャが遊びに来てるんだけど、Q&A 一緒に撮れたら撮りたいんだけど、みんな質問があったら書いてね。私とアイシャへの質問。どうも。ちょっと絶対これ後悔する。なんで？髪の毛がボサボサ。Anyways、 顔でカバー。私可愛いから、もう元がいいから、もう何でも可愛いの。そこで笑っちゃダメよ。さっきインスタグラムで私とアイシャへの質問があったら教えてって言って、で、いっぱいありがとうって見えない。なので、答えられるまで答えましょう。動画撮ってるね。Yes。 2人に今一番お気に入りの香水は？アイシャ。未だに変わらない、あれ？クロエのラブストーリーだって。私はボディースプレー、目の前にあったやつを使ってるっていう感じ。名前を求めてるはずだ。ローズ、あのこの前お気に入りで紹介したやつ、ローズのやつからビクトリーシークレット。あれね、なんかビビドールに似てない？匂い似てるよね。軽くなったビビドール。そう。2人は子供の頃からずっと仲良しでしたか？はい。ちょっと喧嘩しても30分経たないうちに、あのさーみたいな。忘れちゃうね。そう。姉妹仲良くいるためにしていることは何？ママの育て方がいいか。今までに大きな喧嘩しと喧嘩とか話さない時期があったりしたことありますか？あるよね、それはね。いやー、5分、10分ぐらい。姉妹は普通にみんな喧嘩するよ。すれ違いとかあるじゃん。でもそんな、なんかね、大きなあるの、お互い3人ともそうだよね、ちょっと別に。今日うちの息子は離乳食を始めました。離乳食、離乳食作りで工夫したことを教えてください。これ工夫っていうんだ。感じ工夫。アイシャ、なるべく水道水使わない。アメリカはね。ぐらい。あとは自分で作る。余るプロ、余に来た方がいいから。余る。いや、手作りだった。なんか作って冷凍して温めるやつあるじゃん。なんかそういう方法もあるみたいな。ディーン、冷凍して温めたやつは食べない。フレッシュでできたじゃないとダメ。だから毎回作らなきゃいけなかったけど、とりあえず、いや、砂糖入れないとかさ、塩入れない、最初はね。あ、oh, what do you think? It's good living in the state. In the state. アメリカ、どうやって日本語訳すのか。アメリカで子育てにいい環境はどこですか的な感じかな。どこのシティでもいいところと悪いところあるから、とりあえずいいらへんを選べばいいと思う。で、しょうがなく悪いエリアに住んでたら、公園とか悪いエリアじゃなくていいエリアに連れていく。うちみたいに公園すぐ目の前なの。でもダメなの、集まり、変な集まり、あのドラッグディーラーとか。だからバスで行っちゃう。いや、それもバス楽しいじゃん、子供。アマルとアイシャは喧嘩したことある？いつも仲良しで羨ましい。はい。喧嘩したことあるよ。子供の時とか。うん、ああ、子供の時ね、うん。最近は全然しない。そういう話題ない。なんか、そういうところじゃないよね。うん、他のもっと大事なことあるもん。アマルはポジティブ思考だから、そんな。ネガティブの方には全然エネルギー使わない子だからね。使えないそこまで頭回ってない。アメリカに1歳の赤ちゃん連れて旅行に行くならどこがおすすめですか？どこの州？1歳だったらどこでもいいんじゃない？うん、覚えてないから。だから自分が行きたいところが一番いいんだよ。覚えてないでしょ。いや、本当にお母さんとお父さんが行きたいところって、お母さんとお父さんが楽しければ赤ちゃんもイエーイみたいな。なるよね。でも3歳とか4歳、5歳になったら
つまんないとかってなったりかもしれないから、で今は2人で行きたいところ、うん、これいっぱい聞かれたんだけど、アイシャはどこ、アイシャとアマル近くに住んでるのって。あ、よく聞かれるね。本当、うん、なんで電車で1時間ぐらい、運転渋滞があれば45分ぐらいかなみたいなね。渋滞なければ30分以内で行ける。アマルのところで橋渡らないと私のところ行かれないっていう感じだな。同じカリフォルニアだけどね。国際結婚って難しい。難しい。難しい。国際結婚って難しい。まあ、あなた次第。うん、なんか、うん、うちらはもともと超日本人って感じじゃないから、なんでもオープン。いや、そうだね。いや、だから、うん、別になんかカルチャーで、あ、嫌だとかそういうのなかった。うん、ね。ね。だから別に、難しくない、うん、特に私と AJ はなんか子供の頃のお話とか、うん、ああいうのあったみたいな、あったなんか違う国でも同じアラブ人、うん、なんか漫画バッシャー毎回やってたの、ね、やってたとかさ、そういういろんな思い出話でできてて楽しい、逆に、うん、だから本当自分次第だよ、本当に。いや、どう取るか、どう取るか、自分がもうオープンマインドになってちょっと柔らかくなるか、絶対譲れないわここってなるかみたいな感じでね、うんね、うん、アイシャへ、どうしてアメリカに来ることになったの？これはいろんな理由がある。まず妹たちから離れたくないっていうか、やっぱり一緒にいたいなって、アマルとかサーラで遊びに来た時、レイラ、サーラの娘、めいっ子を見て可愛いと思って、やっぱり家族と離れるのね、だから、まあ、とりあえず家族と離れるのはやっぱり良くないなと思って、でやっぱりみんなといつも仲良くしてたから、あの元気だったけど、離れてからちょっとだんだん鬱っぽく一人にいるのが不安になってきて、これはやっぱりみんなと一緒にいた方がいいっていう感じでね。でも本当はアメリカ生まれだから、うん、だからまあ、そう、もしその辺を質問してたらね、みんなよくする、何ビザですかって。そう、これは魔法、2人が魔法使いだったら、あ、すげえ、どんなことを魔法で叶える？お、家事と掃除と全部勝手にパッて見きますか？ほら、ファンタジーだけど、ファンタジーほんと、なんか汚くなった瞬間すぐに綺麗になる。いいね、それやっぱりいいね。でしょ、家事とか掃除とか洗濯畳むのとかも、あーマイガーみたいな。確かに、それ以下も私もそれにします。レストランの注文かみたいな、同じもので同じもので。いい質問ですね。いいね。好きな芸能人は誰？アマル、ジェンセン、スーパーナショナルのジェンセンで、最近はアラジンの子も可愛いと思った。こっ、アラブ人の子、アラブ人の子のね、いや、可愛い、みんなマスウッド、もちろんアラブ人がディズニー映画に出るんだったらさ、応援しなきゃ。そりゃそうね、ね、アイシャは好きな芸能人、うん、誰？いない。キアヌ・リーブス。キアヌ・リーブス昔は、もうそこまで、もう年取っちゃったからいいやみたいな。日本の芸能人はアイシャいろいろ知ってるじゃん、ポケモンってなんだっけ名前、藤木直人。藤木直人好きだった。最近顔どうなってんの？知らない見たくない。誰？日本の芸能人ぐらい。あ、あれ好きだった、でも名前忘れてる、もうほんと年忘れた。すごい気になるんだろうな、みんな。どうだったんだろう。自分に自信を持ってハッピーに毎日を過ごすコツは、私かわいい。Oh my god、ちょ、髪毛ボサボサでも超セクシー。あ、この人知りません。知り合いじゃない。家族でもない。って毎日やるの。そしたら自分がどんどん可愛くなってくる、来ないかもしれないんだけど、とりあえずやってれば。いやでも本当、言葉の力。これ動画分けますので、今度言葉の力半端ないから。あんまり負けた方がいいんじゃん、言葉の力。What？ 自分に見とれすぎて聞こえません。自分を褒める。自分に自信を持つ。あなた人間でしょ？偉い。自信持って。あ、確かに生きてるだけで偉いよね。本当だよ。生きてるだけで偉いくない？うちら。久
そうだよ、人間っていろいろ大変、特に女、オーマイガード、女はいろいろ大変なんだよ。これアージーとも最近話してて、大変、もう本当大変、特に子供産んで、子供産んでなくても毎月生理になるじゃん、ホルモンバランス崩れるじゃん、崩れすぎるな、ね、うちらは偉いんだよ、本当に。男は男で偉いんだと思うんだけど、いや、女偉い。でも男は結構女に甘えてるじゃん、うん、女はなんだかんだ言って母性本能があって、あんまり甘えてるつもりだけど、そこまで甘えられないじゃん。母性本能って何？母性本能ってほらもう、お母さん、うん、あんま通じてない。で、男がお母さんってやるの？違う、だからアマルがもう、ほらなんかお母さん気分だと、例えばディーンがなんか大丈夫とかさ、うん、その守りたい、うんうんうん、だから そういうのがあるじゃん、女って、うんうん、なんか産んだ人のことを面倒見たい、子供みたいに面倒見るみたいな感じがあるから、でもそう、あのやってあげちゃうみたいな感じになるけど、男はそれがないって。まあダグラスはあるけどね。結構甘かしてもらってますけど。男によってじゃん。まあね、でもダグラスもたまにね。男は甘えん坊。ちょっとだけ髪で切っただけで。なるね。お前、生理の痛み試してみろ。いや本当ね、毎月だぜあれ。だからもう寝込むとかあるんだからね、うちら。自信持って。本当に。偉いよ。偉いうちら。ね。アマルとアイシャの思うこと。思う、この子素敵な、素敵だな、可愛いなと思う女の子、男の子はどんな人ですか？タイプってこと？いや、この子、あ、可愛いな、素敵だなって思うのはどんな子？例えば、すごい可愛い子なのか、自分自身持ってる子なのか、みたいな。今日のダイソーの店員、可愛かったじゃん。全然見てない。顔覚えてない。なんか態度が可愛かった。あ、なんか普通にジュエルを3つを性格で顔ブサイクでも可愛くなるじゃんとか言って、でもそうじゃないね、ブサイクの人って本当はいないんですよね、うん、心のブサイクが一番やばいから。いやー、なんか超綺麗でも実は意地悪、私綺麗みたいな人、ね、あ、超可愛くないみたいな、うん、でも、はあ、顔が正直あんまりパーツがうまくあれして、うまくしてなくてもほらね、なんかね、まあ普通っていうかね、けどずっとニコニコしてる子と、可愛いよね、そういうのね、クレオペトラ、パトラみたいに美人 でクレオパトラなんて見たことないんだけど、アンジェリーナ・ジョリー、レッツ・セイね、なんかでってなってる子、うん、どっちと一緒に過ごしたい？もし飛行機、13時間の飛行機に、 Oh God、 綺麗な人と一緒に乗りたくない、全然ないんです、ずっとって感じだけど、性格だよ、うん、だからニコニコだからね。アマルは性格、中身見てるよね、アマルね、本当に。あ、そう。外見見るのはテレビの中の人だけじゃない？おや、そりゃそうだ、テレビだから。でも、今日のダイソーの子、ジュエル見てずっとニコニコしてて、で、その後うちら政府行った時に、あ、いたよね。Hi again! って言って、Oh, thank you! Hi, ダイソーって言っちゃったの、私、ダイソーって呼ぶなよって言うの。ダイソーね、みたいな。で、向こうは。なんか挨拶してくれたから、可愛いこの子みたいな、若い、私おばさんって思った。男の子可愛い。What do you think of animal testing? 動物実験ひどいと思う。動物だからってさ、フィーリングもあるし、感じるし、痛いのとか、やめてほしい。お前ら自分たちに実験しろ。いや本当に。そうだよね。なんで動物実験？やめてほしいね。いくらなんでも生き物なんだからさ。うんって感じ。そのおかげでいろいろ君たちが便利な、もういらないからその便利さみたいな感じだし、うん、薬とかあれでもハーブさえある、なんだろう、とりあえず実験はやめよう、うん、もちろん動物実験されてるものを使ってたりとかする時もあるんだけど、知らないからね、まあね、うん、でもなんかクロエルティフリーってアメリカになんかスタンプがあるから、そういうのがついてるのが多い。日本についてあるどうかね、分かんない、うん、だそういうのあるから動画で紹介するときにたまに言ったりとかするけど、うん、って感じ、うん、やめてほしい、ね、複雑ね、うん、学生の時にやっておけばよかったなって思うことは何ですか、勉強以外で。もちろん勉強以外で。勉強しなさいとか、ね、言う人いるんだろう。ね、カンニングしなさいとか、そうそう。
勉強以外でやっとけばよかったなって。いや普通に過ごして楽しくやって、後悔のないように上手に過ごしてたよね。いや適当になんかうまく勉強もしてればウィーケンドはへーはしゃぐみたいな。あのオンオフがいいオンオフがいいね。遊ぶときは遊ぶ、勉強するときはガッと勉強するみたいなねえ、しておけばよかったなっていうのはないっす。恋女子学校だったらなかったその愛車だって。ああそうだね、ずっと別々、男も女別、男学校女学校別々。私も高校日本の高校先生には恋したことある。恋じゃないな、憧れ。かっこいい、あれサッカーオルドオルドジオルドン、ジョルダンの人、算数で。さっきの思い出してたんだ。なぜかというとアラジンの見てて、また見て毎日流してる。まあ、一番若かったのよ。あったの、あのオルドンのあのサハラ。あオルドンにね、はいはいはい。で、ああ先生いたな、そういえばと思って。うん、どうだ、算数の数学の先生で。ね、でも何、学生の時何でもやんなさい、楽しく、be safe。変なことやるなよ。おお。後悔のないように変な人に騙されないで。アマルってすごいね。アマルがアイシャにおすすめしたサプリもう一回教えてほしい。ネイチャーメイドの。私おすすめした？何のこと？覚えてない。何サプリ？あれ妊娠用のかな。ほらあれタブレット、あれ妊娠頑張るために飲み始めて。あ私の動画見てください。どの動画で。Nature Made の Pre-Needle って書いてあるやつ、ここにこの辺に書いておくね、うん、あれいい。妊娠する予定なくても女は誰でも飲めるし、ほら大変だからさっきみたいにね、ホルモンね。ね、2人のリラックスタイムのこの漢字が読めない。えすごく簡単な漢字だけど読めない。ちょっと待って、これ何、子供のことだから。お供は何ですか？ハマってる食べ物でも、リラックスタイムの必要な食べ物か飲み物余る。ほら、ホットティー、はい、ハーブティー、ハーブティーだよね。私カレーうどん。それさらリラックスがっつりね。アイシャカレーうどん食べないみたいな感じで ね。私はあの夜のシリアル、コーンフレーク、二人とも大好き。私もうちら大好き。ありがとう。いつかおママの What's in my bag も見たいって。ママのバッグの中身何でもあります。ジュプロックが必ず出てくる。本当に何でもあるの。松本清しかっていうぐらい。ドラえもんかよ。なんか前サムが足が痛いって言ってて、多分トモに言ったら、はい、これ新しい足って出してくるんじゃない。だよね、何でもあります。あ笑っちゃう、ね、身長、これ身長が知りたい。最後測ったのいつ？でもその時から伸びてる。ママが私の方が足より背高いって。そうそう、あまり、あそう、あまりほら165センチ、4だったような気がする。4は私がなって、うん、あもうちょっとあと1センチであまりに追いつくみたいな。あと163、あまり165。へえ。アマルの方が 2センチ、そう、上、そう、だって、仕事と恋愛どっちが優先？アイシャに答えてもらいたい。これはね、どっちも優先です。ごめん。いや、ほんとバランスよくとんな。私みたいに仕事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 ってなっちゃうと。いや人生つまんないよ、仕事ばっかしてないでさ。金はあるけど、金はあっても寂しい、ロンリー。いや、でも仕事もやっぱりちゃんとしないと金本当か。だからどっちもちゃんとバランスよく本当取ってください。どっちも優先はないです、うん、ね。俺と仕事どっちがでしょ、両方みたいな感じでね。いや、仕事しなきゃ生きていけない、食っていけない。だからあまりみたいにバランスよく取る、オンオフするとか、やっぱり絶対その方がいい。2人の What's in my bag が見たいです。アイシャはダイパーバッグだから、そのうち動画やってください。私は最近手ぶらです、ごめんなさい。鍵と携帯持って。そうだね。
OK、パート1はここまでね。I'll see you next time。また次のパート2の動画で会いましょう。See you next time. Bye!